はいこんにちはサラダですちょっと久しぶりの更新になるんですけど、えー、今回は、まあ、今までちょこちょこやってきた未勝の、まあ、どれぐらい育ったかの記録をちょっと取っていこうかと思います。<music> 早速、まあ、とりあえず古い順からいこうかと思いますが、まず一番最初に巻いたのはリトープスで、まあ、土を2種類使って、まあ、生育にどっちが向いてるかみたいなのを試そうっていうコンセプトやったんですけど、えー、これが2022年の10月に巻いたリトープスなんですけど、まあ、もはやどこにおるねんって感じになってますけど、ちょっとね、結局両方、 一部にカビが発生して、まあ、どっちの土が向いてるかっていう判断をするより前にちょっと結構死んでしまって、ちょっとこっちから見ていきますかね。一応ね、こいつとか、もう一応脱皮をし始めようと、ここに向いてるんですけどね。これもそうですね。もう脱皮仕掛けのとこまで来てるやつらがちょこちょこ。で、あと見づらいんですけど、こことかにも。 上白くな見て,、ね、てたりするんですけど、まあ、だいぶ脱落しましたねこれもそうですけどギリギリ生きてるみたいなやつと一部脱皮までたどり着けそうっていうやつがいてるっていう感じですね、まあ、こっちもあんまり大差なくこれとかこっちですねとか、まあ、これも上ちょっと白くなってますけどこれとか。 まあ,生き残りあと真ん中のこいつですかね、まあ、育ち具合としてはもう土による差はなく、まあ、どっちかっていうと、まあ、これ白いの,あのベニカーかなと思ってるんですけどちょっと一時いろんな植物のところに虫湧いてあちこち降りすぎたなっていうのはちょっと反省してるんですけどまあそれの影響もあるのかどうか分かんないですけどまあなんか結構死んでしまったやつは多かったですね。 まあリトープスはまあ一応種はまだいっぱいあるんでもしかしたらまたリベンジするかもしれないですけどまああんまり古くなる前にね巻いてしまいたいんでまあ思ったより脱落が多かったというところですその次がデロスペルマーシュトリン花はせなんですけどまあこっちもさっきのリトープスと同じように土を2種類使ってるんですけどまあ見ての通り結構しっかり 差が出ましてこっちが賢者の土でこっちが道楽さんとこの土ですねさっきのもそうですけど黒い方が道楽の土でえ茶色の方が賢者の土まあ賢者の土の方が何んですかね水はけが良くて結構目が粗い比較的粒の大きい土になってるんですけどまあこれはもう明らかに粒が細かい方がまあ根張りが多分良くなったんでしょうけどねこっちはちょっと。 ま水はけよすぎっていうのもあったんかもしれないですけど、まあ、今もちょっと水切れみたいな感じのちょっと色が赤くなったりしてるんですけどもう明らかに生育に大きな差が出ましたねなんか結構この細かい細い根を最初出してるような感じやったんで、まあ、こういう細かい土の方が、まあ、しっかり土つかんでまあ上成長できるような環境になったんかなって感じですねこれももうちょっと鉢上げしてあげたいですけど ちょっと今置く場所がなくてちょっと棚を購入しようかとか考えてるんですけど、まあ、もうちょっと我慢してもらってって感じですかね多分根もパンパンになっていくと思いますけどこのねなんか影に入って持ってるちっこいやつらがちょっといずれ死んでしまうんちゃうかと危惧してるんですけどこの大きいやつに至ってはもう脇芽も生えてきててこのここですねこことこ反対側からもちょっと見づらいですけど 脇芽がもう生えてきたりしてるんでちょっとさすがにこのままは厳しいなって感じですけどちょっと我慢してもらおうと思いますはい、まあ、この賢者の土の方もねまあこのままもうちょっと <laughs> まあこれぐらいの状況になるまで放置してもいいかなと思ってるんですけどちょっとまあ調子乗って巻きすぎましたね開根性の目線は結構成長しやすいのかデロスペルマがそうなのか わからないですけどまあ思った以上にみんな生き残ってみんながっつり伸びてますリトープスの感覚でちょっと巻きすぎましたね、まあ、これまたそのうち鉢上げする動画も撮ろうと思いますえ真、ー、玉なんですけどこれが今一番どんどん死んでいってて最近また気温が結構一気に上がって、まあ、日中も25度いく日もあるかなぐらいの感じになってるんですけど まあその間もずっと腰水を続けてたせいもあるんですけど結構一気に溶けてしまって今もこの辺とかもグズグズなんですけどこれも大しいですねでこの一株だけはちょっといよいよ本場が出るかなという感じの気配を見せつつあるんですけど他は死ぬ方が多そうな感じになってしまってますね今ちょっと一旦腰水切って まあ水もねどれぐらいやるのがいいのか分かんないですけどちょっと水切り気味にしていこうとしてるところですまああんまりこの「未昇1年目」で水切るようなことはあんまりせん方がいいんかもしれないですけどちょっとグズグズに溶けすぎたんでまあちょっと様子見ながらやっていこうと思いますはいこのこういうタイプの目線はちょっと慣れるまでむずそうですね特に夏は 超えられるかかどううという感じですねで次は、えー、フォークイエリアのフォルモサからちょっと行こうと思いますけど。まあ、一個も出なかったですね。まあ、これはもう諦めても水、カラカラにほったらかしいんですけど。<laughs> まあ、多分このフォークイエリアフォルモサは、元の現地の環境がかなり乾燥地帯で、かなり高温になるような、 環境らしいんでまあ他の種と同じように普通に水やってラップして湿度上げてみたいなやり方はちょっとまあ良くなかったんかなっていう感じがしますね、まあ、途中でそう思ってラップ外して上はちょっと乾かすようにしたりもしてみたんですけど、まあ、あと1個ねちょっと今も埋まってますけどちょっと梅気味にしてみたりとかちょっと差つけてみたんですけどいまいちどれも効果なくこれに至っては多分もうちょっと腐り始めてますねっていうような状態で。 えー、今回は完全に失敗ですねちょっとまたリベンジしたいですけどまあ今日のところはもう一旦諦めっていう感じでまあまたそのうちリベンジしようと思いますでこれと同じ日に巻いたパキボディウムのエニグマチカムがえー、まあこれもフォークエールホルモスと同じ3月12日に巻いたものなんですけどこれはまあ3株とも 結構順調に育てて今本葉がこの細長いやつが一番発が遅かったんですけど、まあ、これが最初に本葉でできてでも片側だけで2枚セットじゃないんやなって感じですけどでその次にこれが発が一番早かったんですけどこいつが今本葉が2枚ちょろっと出始めって感じですねこれちょっと根が露出して持ってますけど根っこも、まあ、2本目が生えてきて。 ちょっっと株自体も安定しててくるかなっていう感じですねこいつがちょっと色がね2つと比べてちょっと悪くなっててまあ大丈夫かなと思いながら一旦まあ成長自体は止まってないし本場も出てきてるんでまあそのまま様子見って感じですねもうすでにね結構この3株だけですけど、まあ、個性が出てきてるというか、まあ、この細長いやつも今後太ってくるのかどうかっていうところですけど 3株でもちょっと違いが楽しめそうな感じですね。であとこの手前のやつなんですけどまだちっちゃい時に一回こかしてしまって根が全然まだ生えてないような時にで、まあ、立て直すためにちょっとピンセットで持ち上げたりしてたんですけどその時にちょっと傷いってしまっててちょっとへこんでるんですけど、まあ、一応、まあ、この傷見えた時はちょっとドキッとしましたけど。 まあ問題なくく生育してくれてれます、えー、最後がカラオギですねアロイノプシス,スクネシでこれが、えー、3月19日に巻いたやつで、えー、ちょっとね発芽のタイミングがばらついたんですけどこの3つこれが最初にポンポンと発芽していてこれだけかなり早かったんですけど、まあ、その後の成長具合にもちょっとそのスタートダッシュがやっぱ効いてて、まあ、結構しっかり本場でできてますね。 でこれもね本場しっかり出てるのまだ3株だけなんですけどちょっとこの画面で分かるか分からないですけどこのドットのこの模様の入り方がちょっとそれぞれ違ってこいつ全然模様が出,出てないんですよねだからすでに個性がちょっと出始めてて面白いなというところで,でだいぶその発芽後発組がここにも今ちょっと緑が見えてると思うんですけどこいつが一番最近発芽したやつで もうどどここかかかわらなないですけどこれかな1個だけ発芽してない種があって他は全部、まあ、発芽してくれたっていう感じですねでこの辺も,もう,うっすら本場見え始めてちょっと割れ始めてる感じなんでちょっともうこのでかい方に合わせて腰水はもう切ってますまあ今週から切り始めたぐらいですかねっていう感じですまあ今一番順調なのは このカラオーギとパキッポのエニグマと、この細かい土の方にした花派生ですね。デロスペルマーシュトニー。これがまあちょっと今有望な感じで、他はちょっとあんまり調子良くないねっていう。まあ、これも経験ですけどね。感じですはい、そんな感じになってます。えー、ちょっと、まあとりあえず未章のまあ経過報告っていうのはこれぐらいで。 ちょっとおまけで撮りたいものがあってこのアデニアグラウカねちょっと強剪定してて実はこの剪定した動画も撮ってたんですけどまあちょっと間違えて消しちゃってでまあ切った先がこれなんですけど一応ねまあちょっとぐらついてますけど根も張ってるし葉っぱも出てきてるんでちょっともうちょっと成長したらちゃんと植え替えてちゃんと育てようかなと思います一応この剪定した下の方もね この葉っぱ出てきて、まあ、一安心というところで、まあ、もうちょっとこの,この葉っぱ生えるとこっていうのがもともと葉っぱ生えてたこの後のとこにまた成長点ができて生えるっていうことやったんでここから生えてくるかなと思ったんですけど思ってたより一段低いとこから生えてきましたね、まあ、切った時はまあここと真ん中ズバンといってなんか痛々しい感じだったんですけど、まあ、みるみるこの上のところもシュート閉じていって まあちょっと丸い形になったんでもうちょっと下で切ってももしかしたらよかったのかなとちょっと思いながら、まあ、こんな感じになりましたとでまあ期待通り SSN の07ですねまあ縦に長かった時よりはまあ合ってるかなっていう感じで、まあ、こんな感じになりましたとでもうちょっとおまけで2株ちょっと休憩しましたっていうところでまずこっちの大人のユの u f o 病院ですがもう葉っぱ完全に全部落ちて 休眠したんですけどまあこの勝った当初と比べて、まあ、いまいち成長できずっていうところで、まあ、ちょっと光がねまあちゅちょてましたけど強く当てすぎたかなというところで、まあ、葉っぱある間もずっと早やけしてるような状態だったんでちょっと来年はもうちょっとまあ光柔らかめのところで育てていこうかと思います。でやや気流が オープニングの写真でもちょっと使ってるんですけどたった1年でめちゃくちゃ成長したなっていうところでリュ、まあ、流らしくこの割れもすごい出てたった1年でこんだけなら、まあ、この葉っぱないうちに植え替えは一応しておくべきかなと思いながらもいい鉢が今ちょうど手元になくて、まあ、ちょっとまた鉢買ってから植え替えようかなと思いますいや成長早い植物楽しいですね 交流はやっぱりりおすすめされるだけのことありますね初心者におすすめってよく言われますけど、まあ、これまた成長楽しみですねはいというところでちょっと見せたいものはこれだけなんですけどえー、っと実は種がまたちょっとありまして、まあ、自分とこのハウルチア同士で掛け合わせて、まあ、ちょっとまず経験としてなんか種取ってみたいなっていうのがあっただけで 別に面白い何かが作れたらみたいなそういうやつじゃないんですけどでまあ数取る気もなかったんであんまり増えても知らないんでまあ花一つだけちょっとこの紫オブツーサーにまあ今日の花の花粉つけてみたっていうところでやってたんですけどまあ多く取る気はなかったとはいえこの二粒だけしか取れんくてしかもなんかちょっと一つは形いびつでなんかほんまに種成熟してんのかなっていうちょっと不安が。 ある感じになったんですけどまあ一応まあ早いとこ巻くだけ巻いとこうかと思って、えー、今この状況としては今まで薬剤つけおいて消毒してたんですけど、まあ、この2粒のためにやるのめんどくさいなと思って、まあ、雑にあのアルコール消毒用の枝をちょっと振って挟み込んで消毒してたというような感じになってますで土の方はいつも通り熱湯消毒で、まあ、今ちょっとまだ熱々なんでこのあとまた えーまあ、上に乗せるだけですけど巻い、まあ、ていこうかと思いますはい大体、まあ、いい冷めたんで、まあ、上に乗せるだけの動画ですけど、まあ、土はえー、っと、まあ、下にちょっとだけ藤砂入れてでまあ中はこれと同じ土ですね道楽さんとこの土を入れてであのこの細かい藤砂がめっちゃ中途半端にちょっとだけ余ってたんで、まあ、別に乗せても乗せんでもいいんですけど 乗せときましたで、まあそれによって、まあ、種が黒いんでどこに行ったかわからんなるというねことになってますけどまあ巻いていきますはい多分負けましたまあ行方不明ですねまあもし発ができたら分かってくるというところで、まあ、これまた蓋してほったらかしにしようと思います、まあ、一応これ普通に鉢なんでまあ羽織るちは結構下もこの穴開いてないような 密閉容器でやることは結構多いみたいなんですけどまあこれは普段通り、まあ、水でやっていこうと思います、まあ一応ね掛け合わせとしてはさっきも言ったんですけどまあうちにあるオブツーサと、まあ、今日の花をまあそもそもこの掛け合わせでどんなん出るんかとかちょっと何もわからん状態で咲いてた花つけてみたっていうだけのものなんですけど。 結構母親寄りになりがちっぽい情報があったんでまあお仏さっぽいものが出てきたりするのかなと思いながらまあちょっと楽しみにしとこうと思います。はい、ということでおまけでした。というわけで未、まあいろいろやってますけど、まあ、無計画に種をまくとどんどん増えていって収集がつかなくなるという、まあ、典型例をやっていってますけど。 まあ楽しいですね <laughs>。まあ田中ってちょっとまた余裕できたら鉢上げとかいろいろやっていこうと思いますんで、えー、またその時は動画撮ろうと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。